天皇陛下ご即位をお祝いする国民祭典は2019年11月9日に日本の東京都千代田区にある皇居前広場で開催された第126代天皇特人の即位を祝う祝賀式典である。第126代天皇特人の即位を祝うために天皇陛下ご即位奉祝委員会天皇陛下ご即位奉祝国会議員連盟及び 公益財団法人日本文化交流財団により開催された。祭典は内堀通りと皇居外苑で再行された宝縮パレードや宝縮都行といった宝縮祭りと皇居前広場にて各界の著名人による祝辞や宝縮演奏などが行われた祝賀式典の2部で構成された。祝賀式典には各界の著名人の招待者、 およびインターネット応募による抽選にて選ばれた一般招待約1万人の計3万人が出席。天皇陛下ご即位報酬委員会、天皇陛下ご即位報酬国会議員連盟、公益財団法人日本文化、交流財団内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、 国土交通省、環境省、防衛省、東京都、千代田区、祝賀式典の総合演出は、眉住林太郎が務めた。世界の安定と発展、豊かさの源である、水が、式典全体のテーマ。式典は、西門石橋前の特設ステージ上で行われ、天皇徳人と皇后政子は、西門石橋の上に立ち、皇居前広場に集まった、一般参加者は、 日の丸の小旗と提灯を持って即位を祝った。式典は、俳優の矢原翔介と、元 NHK 所属で、フリーアナウンサーの有働由美子が、司会進行を務めた。また、各界を代表して、女優の足田愛菜、歌舞伎俳優の松本白鸚、日本経済団体連合会名誉会長の三た来、藤尾、日本オリンピック委員会会,会長の山下康博が、祝辞を述べた。 また、陸海空自衛隊合同音楽隊、鬼太鼓座、技音義などがそれぞれ演奏を披露。脚本家の岡田恵美は作詞、作曲家の菅野洋子作曲による宝祝曲、レイオブウォーターが演奏され、オペラ歌手の森谷真理が、日本の国歌、君が代を独唱した。終盤に、天皇陛下のお言葉が述べられ、天皇は、祭典の開催に対する感謝の意と同時に、 台風19号や全国各地での豪雨といった自然災害の発生による心痛、同災害により死去した犠牲者に対する哀悼、被災者らに対する生活再建の願いなどについても触れた。その後、出席者一同による万歳参照の連呼で式典は締めくくられた。報祝局組局、レイオブウォーターは全三部で構成する組局である。テーマは、 金城天皇の即位以前からの研究分野である水、タイトルは水に差し込むまばゆい光という意味がある。金城天皇が歌会詞で読んだ和歌や国際フォーラムでの講演内容が第三楽章の歌詞に織り込まれている。曲の長さは約13分で、第一楽章はオーケストラ演奏による渡積み、第二楽章は ピアニスト辻井信幸のピアノ演奏による虹の子供第三楽章は男性アイドルグループ嵐の歌唱によるジャーンニー・ツー・ハーモニーで構成される。オーケストラの指揮は作曲者の菅野陽子が言った。なおこの組曲は陸上自衛隊中部方面音楽隊のアルバム、そして未来へに収録されている。また辻井のピアノソロ部分はレイ・オブ・ウォーターピアノソロメインテーマとして 配信限定でリリース第三楽章ジャーニーツーハーモニーは嵐のシングルカイト、通常版に収録されている。全体2019年11月9日13時から18時40分公共外演と内堀通りにて13時から15時45分に開催。国民祭典の開始を告げるテープカット祝賀パレード音楽隊強度。 芸能放酬新与都魚二十八前特設舞台及び皇居前広場にて17時10分から18時40分に開催総合演出眉積だ太郎司会矢原翔介宇藤由美子 NHK の総合テレビジョンと BS4K では18時5分から18時50分に第2部の一部が生中継され総合テレビでの特別番組は17.0%の 平均視聴率を記録した。また、ニコニコ生放送にて、第1部、第2部ともに、全員演目のオカット性中継された。その他、アベマ TV などのインターネットニュースでも、第2部を中心に生中継された。ありがとうございます。